よいしょ。腰が痛いですね、本当にね。台風が来ることによってですね、腰が悲鳴を上げております。低気圧でね、お疲れ様です。今回なんですけども、もうサムネ、まあ見ていただけたらわかるんですけどもね、毎回のごとくね、でね、私ね、絶賛諦めたまっております。ということでですね、今回はですね、1990年代に、ラブファクトリーから、出たアキラのね、アキラの、T シャツなんですけども、何個か前にはラブファクトリーのアキラのね、鉄尾の、T シャツをねアップロードしたと思うんですけども、もうささっとパパッと紹介していきましょう。こちらにあるんですけども、ね、そうでしょう。もう素晴らしいじゃないですか。ね、素晴らしいでしょう。この方わかるでしょ？この方わかるでしょ？鉄尾。おー。ということでね、また、アキラッティ。そうなんですよ。アキラッティのね、ダブファクトリーさんから出た、ものなんですけども、まあバックプリントはございませんが、前の方にね、まあかっこいいでしょう、素晴らしいじゃないですか。これはまあ漫画のコミックからね、撮ったものだと思うんですけどもね、素晴らしいですよね。ラブファクトリーさんからね。でもうね、もうぶっちゃけね、アキラのね、アキラっていうだけのね、T シャツとか、シュプリームさんだったり、そういったものがですね、どん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 値上がりしておりますので、で、絶賛、値段、高騰中。ということでね、価格帯も上がっております。下手したらね、ものすごい金額で売られてると思いますが、やっぱりそういうとこもね、私もやっぱりなんだかんだ私ハマってるでしょ、アキラの。本当大好きなんですよね。ここ最近ね、アキラのね、で立て続けでシュプリームさんが続いておりましたので、今回はシュプリームさんではございませんので、でも、アキラでしょ？で、実際着てみましょうか。まあ、この夏、ちょっとね、アキラで攻めていきたいということでですね、挑戦しているわけでもございます。まだ他にもまた、なんかね、挑戦していきたいアイテムもございますが、まあ、今回ちょっとアキラをとことん追求しておりますので、その点はね、ちょっと末永くね、我慢してね、見てくださいね。そしてちょっとお着替えさせていただきます。ちょっとお待ちいただきます。着替えてまいりましたね。素晴らしいでしょうね。もうね、私もね、何回も申すようですが、
もうここ最近ね、アキラティーをね、買わせていただいてる次第でもございますし、やっぱりね、なんて言ったらいいんですかね、そのヴィンテージ古着ブームの、中でね、ちょっと私もちょっと足を踏み入れ込んでいきたいっていうね、そういった気持ちが出てきましたので、ここ最近はまあ、ヴィンテージでもないんですけどもね、1990年代ね、ダブファクトリーの大阪から出たと思うんですけども、ね、いいでしょう、かっこいいでしょう、ぶっちゃけかっこよくないですか。で、私タイ止めに来ますので、いいっすね、いいですよ、ね、ほんと素晴らしい。で、まあもう過去にもいろいろとアキラさんのアキラさんじゃないですね、まあアキラくんね、アキラくん、ほんと素晴らしいんすよ。この感覚何なんですかね、本当にね、で、まあ今絶賛値段高騰中なわけで、逆にアキラの、アキラっていうアイテムをね、着つつもね、アイテムを着て、アキラを今ね、流行ってるのかどうか知りませんよ、ただ値段が高騰してるのは確かなんですよ、まあそういったこともね、やっぱり踏み込んでいきたいという気持ちの方が強いですので、それでまあ手に入れていくっていうことでですことと、あとはコレクションみたいな形でですね、持っておきたいということもね、やっぱり持っておきたいということの方がやっぱり強いかな、私はね、持っておき、たい。だからこれ以上高くなるのは困りますので、そうなったらもう手が出せませんので、たかが T シャツに10万円ですよ素晴らしい。そしたらいきますよ、アキラということでね、今回は短い動画になったかもしれませんが、アキラのダブファクトリーの、1990年代で売られてた、アキラTをね、ご紹介することに至りました。で、また立て続けに続くかもしれませんが、もう内蔵のその点はね、何かコメントリクエストも含め持って動画もアップロードしていきたいと思っておりますので、またね、気軽に見ていただけたら幸いなのとね、応援の方もよろしくお願い申し上げます。これで失礼いたします。ありがとうございました。ありがとう。ということでね、またラーメンですよまたラーメン食べるぞ。今回は五目そばね、もう一緒なんですけどね、ラーメンとね、美味しいんすよラーメン、最高